どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、へでなし赤まんじゅうよ。福島県の方言で、いい加減、って意味の言葉じゃない。私ほど几帳面な赤まんじゅうちゃんは、そうそういないわよ。失礼なこと言ってきた代わりに、今日も何か怖いことを教えてよね。ふふ、まあいいぜ。じゃあ今回は、生放送中の事故、カメラの前で他界してしまった人たち9000、を紹介するぜ。ここ数年で個人が手軽に生配信などをできるようになり、中には事故により落命してしまった瞬間だったり、自らを危機にさらす配信を行った人の一部始終だったりが、多くの人の目に触れるようになってしまったな。そうね、そういう系の悲しいニュースをたまに聞いたりするわ。今回はそんな、カメラの前で悲惨な末路を迎えてしまった人たちについて解説していくぜ。日本国内外問わずいろんな事例があるが、視聴者のみんなが同じような目に遭わないための注意喚起の動画にもなっているので、ぜひ最後まで見てほしいぜ。わ、わかったわ。かなりドキドキしそうだけど、解説お願いするの。うむ、OK だぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初は、車を運転中の姉妹に起きた悲劇を紹介するぜ。今時の、普通の若い女性って感じね。これは2017年7月にアメリカ、カリフォルニア州で起きた出来事なんだ。なんと、インスタグラムで生配信をしながら車の運転をしていた18歳の姉が単独事故を起こし、一緒に乗っていた14歳の妹を死亡させてしまったという。嘘でしょ、妹さんがかわいそうすぎる。二人の身に一体、何が起きちゃったの？この日、姉のオブドリア・サンチェスが運転していた車は、ふとした瞬間に車道を外れてしまい横転。その弾みで、後部座席にシートベルトなしの状態で着席していた妹のジャクリーン・サンチェスは窓から投げ出されてしまい、その場で死亡してしまうほどのダメージを負ってしまったんだ。この時、姉のジャクリーンはお酒を飲んでいて、音楽をかけながらノリノリで運転し、かつインスタグラムの生配信を行っていた状態だったんだ。飲酒運転状態で生配信していたなんて、まずそれがありえないわ。オブドリアの身は無事だったんだが、彼女は血を流しぐったりしている状態の妹を生配信のカメラに映し、ジャクリーン、起きて、こんなのは嫌だ、と言いながらうろたえていたんだ。カメラ撮影よりも、まずは妹さんの救助が先でしょ。ほんと、ありえないよな。この結果、同乗していた友人女性も大怪我を負い、妹のジャクリーンは亡くなってしまったそうだ。そして事故を起こした姉は、危険運転致死傷罪などの疑いで、刑事施設に収容されたそうだ。悲しいけれど、これは絶対に防げた事故よね。姉がどんなに事故についての罪を償っても、亡くなった妹さんはもう戻ってこないわ。次に紹介するのは、生配信中に彼女を投資させた YouTuber、だ。それ、どういう状況？そんなこと普通は起きるはずがないでしょ。この出来事が起きたのは2020年12月3日のロシア、モスクワで、スタスリーフレイという男性 YouTuber が自宅でライブ配信を行っていたんだ。彼の恋人であるバレンティナ・グリゴリエワが配信に登場すると、とある視聴者が、彼女を虐待すれば1000ドル支払う、と提案してきたんだ。ふざけた提案ね、彼氏が彼女を虐待するわけないじゃない。普通だったらな。ところがリーフレイは、この提案に乗ってしまうんだ。もちろん彼女は抵抗するが、彼は彼女を殴打し、衣服を脱がした末に、アンダーウェア姿状態の彼女を外に放り出してしまったんだ。嘘でしょ、12月のロシアなんて極寒でしょうに。この時の時刻は夜で、外気温は氷点下だったぜ。しばらくしてリーフレイは彼女の様子を見に行ったが、彼女はすでにぐったりしていて動かない状態だった。部屋に連れ戻しすぐに人工呼吸を施すが、彼女の脈は回復することはなかったぜ。そんな、じゃあバレンティナさんはそのまま、ああ、駆けつけた救急隊が、低体温症による死亡を確認したぜ。しかも、バレンティナさんはこの時に二人の間の命を妊娠していたらしく、お腹の中の子の命も失われてしまったんだ。そんなのあんまりすぎるわよ。お金欲しさに視聴者の提案に乗るなんて最低すぎるわ。まったくだな。どうやらリーフレイの動画では、結構頻繁に視聴者からの要望に応えるという形で、彼女への暴行が行われていたらしい。配信者も配信者だけど、視聴者も視聴者よ。過激な要望をしすぎ、求めすぎのせいで彼女は犠牲になってしまったのね。間違いないな。みんなも好きな配信者の動画にコメントする際は、ぜひ気をつけてほしいぜ。次に紹介するのは、身近にいる危険生物の犠牲になってしまった事例だ。これも外国の事例なのね。ああ、彼はスティーブ・アーウィンという、オーストラリア人の環境保護活動家だ。動物園を経営したり、クロコダイルハンター、という人気テレビ番組にも出演していたぜ。日本でも、
世界丸見え、テレビ特捜部などで紹介されていて、彼は世界的にも知名度がある人物だったんだ。じゃあ、日本のテレビ番組を介して彼の活動を見たことがある人も多そうね。ああ、オーストラリア国内では、世界一有名なオーストラリア人、と言われていたからな。そんなスティーブさんだが、彼は2006年9月4日にアクシデントで命を落としてしまったんだ。この日、彼は、海の危険生物の特集番組のため、撮影クルートグレートバリアリーフを訪れたんだが、撮影中に赤エイに刺されてしまったんだ。長くて鋭いトゲを持ってる、怖い魚よね。ああ、赤エイは毒を持っていて人間が刺されることは割と多いんだが、死に至るケースは稀らしい。だがスティーブさんの体は赤エイの毒にアレルギー反応を起こしてしまい、なんと心臓発作により、その場で即死してしまったそうだ。これは怖すぎるわ、自然活動のプロでも、こんなことが起きてしまうのね。彼が赤エイに刺される瞬間は撮影されていたそうだが、遺族の希望でそれが公開されることはなかったそうだ。スティーブさん自身、こんな最後を迎えるなんて思ってもいなかったでしょうね。そうだな。ちなみに赤エイは日本の海にも生息していて、5月から6月頃の浅瀬の砂地に集まるので、注意してほしいぜ。確か、潮干狩りに訪れた人が隠れてる赤エイに気づかず、刺されることがあるのよね。ああ、そうなんだ。もし刺された場合は患部を40度のお湯につけると、毒素と痛みを和らげることができるので、お湯で応急処置をしつつ、すぐに病院に駆け込んでくれ。わ、わかったわ。次は、おにぎりが原因で落命してしまった日本の YouTuber を紹介するぜ。この人の出来事は知ってるかも。結構有名よね。ああ、ニュースでも大々的に取り上げられたな。事故が起きたのは2019年4月10日で、この女性はソラハートさんという44歳の女性 YouTuber だったぜ。登録者も6600人ほどいるチャンネルを運営していて、普段は主に視聴者との雑談生配信を行っていたんだ。今ではもう、割と普通の配信スタイルよね。そうだな。事故当日のソラさんもいつも通りの雑談生配信を行っていて、彼女は突然、丸ごとの大きな赤飯おにぎりを、一口で食べる、と言ったそうだ。そんなの危ないわ、なんでソラさんはいきなりこんなこと言い出したのかしら？彼女の夢は大食いタレントになることだったらしく、それが関係していたのかもな。そんな経緯がありつつ赤飯を一口で頬張ったソラさんだが、すぐに苦しそうな様子を見せるぜ。赤飯を吐き出そうとするがうまくいかず、やがて後ろに倒れ込んでしまうんだ。彼女はそのまま意識を失ってしまい、実際の配信では泡を吹く場面も生放送されていたという。文字で見るだけでも、ゾッとする事態ね。その後、視聴者が緊急通報したのか救急隊員がソラさんの自宅を訪れたが、その場での救急措置が施されないほど、すでに手遅れの状態だったようだぜ。じゃあ、ソラさんはそのまま、ああ、搬送先の病院で死亡が確認され、彼女の息子さんがツイッターにて訃報を発表したぜ。まさか息子さんも、自分のお母さんがこんな最後を迎えるなんて思ってもいなかったでしょうね。そうに違いないな。今は配信する動画内容によっては一気に世間の注目を集めることも可能になったが、様々な危険やリスクを考えて、発信する内容を考えなくてはいけないということを示した事例だと思うぜ。無理な一気食い、大食い早食いはダメ、絶対ね。次に紹介するのは、超有名な武術家でもあった、ハリウッドスターの息子にまつわる悲劇だ。彼の名はブランドン・リーで、とある映画撮影中のアクシデントで命を落としてしまったんだ。この方はもしや、あのブルース・リーさんの息子さん？正解だぜ。ブランドンさんは幼い頃から父に格闘技を教わり、大学を卒業後には父と同じ映画俳優の道を進むんだ。ちなみに、彼のデビュー作は、ブランドン・リーのカンフーファイターというカンフー映画だったぜ。大スターであるお父さんと同じ道をしっかり歩んでいたのね。ああ、だがそんな彼を、突然のアクシデントが襲ってしまうんだ。1993年、28歳のブランドンさんは、クロー、という映画の撮影に臨んでいたんだ。戦闘シーンで、敵が44マグナムを撃ってくるというシーンがあり、当たり前だが、実際には空砲が用いられる予定だった。そうよね、実弾なんか使っていたら大変よ。ってまさか、ああ、スタッフの手違いで、銃の中には弾頭が残されていたそうだ。撮影中にそれが発射されてしまい、弾がブランドンさんの腹部に命中、そのまま貫通してしまったんだ。最悪の手違いね。ブランドンさんはすぐに病院に搬送されたが、手術開始から6時間後に彼は亡くなってしまったぜ。彼の亡骸は、シアトルにあるブルース・リーさんのお墓の隣に埋葬されたそうだよ。こんな形で親子の再会になってしまうなんて、切ないわ。それで、撮影途中だった映画はどうなっちゃったの？未撮影の部分は CG などが加えられ、クローは無事に放映されたぜ。
そうなのね。まだご存命だったならすごい映画スターになっていたかもしれないのに、残念で仕方ないわね。次に紹介するのは、大勢の観衆の前で亡くなってしまったアメリカのスターについてだ。この方は、どんな人なの？彼は、1922年生まれのコメディアン、レッド・フォックスさんだ。当時の米国でものすごい人気を誇っていて、後のスターたちに多くの影響を与えた人物でもあるんだ。日本で言えば、さんまさんやたけしさん、島田紳助さんみたいな位置づけかしら？きっと、そんな感じの大御所ではあったんだと思うぜ。私は米国のコメディ事情については詳しくないので、知っている人がいたらコメントで教えてほしいぜ。レッドフォックスさんは1991年10月11日に、ロイヤルファミリーというテレビ番組の収録を行っていたんだ。番組は公開収録となっていて、この日も番組観覧のために多くの観客が集まっていたぜ。アメリカのテレビにありがちな、観客の笑い声が入ってる形式の番組ね。ああ、そして本番が始まる少し前、レッドフォックスさんは観客の前でリハーサルを行ったんだが、彼はリハーサル途中で、突然その場に倒れ込んでしまったぜ。あまりにも突然の出来事で、最初は観客も彼がふざけているのかと思ったそうだ。だが彼の様子に、周りもすぐに演技ではないことに気づき、すぐさま病院へ搬送されたぜ。周りの人がすぐに気づいてくれてよかった。しかし懸命な治療も虚しく、彼は心臓発作により、その日のうちに亡くなってしまったんだ。享年68歳だったぜ。テレビで人気のスターが観客の前で倒れてしまうだなんて、ショックが大きいわね。次に紹介するのは、綱渡りの名人の最後についてだ。なんか、背筋がヒュンってなりそうなお話ね。彼の名はカール・アレンダさん。1905年生まれの、ドイツで非常に有名な曲芸師だったぜ。綱渡りの名人で、命綱を使わないというパフォーマンスが売りだったんだ。現代のお騒がせ配信者もびっくりの無茶っぷりね。彼がどれくらいすごいかというと、1960年の65歳当時に、断崖絶壁に架けられた約400メートルの綱を、命綱なしで渡り切るという伝説を打ち立てたほどだったんだ。これはすごい、いわゆるレジェンドってやつね。そんなカールさんは、1978年3月22日に、プエルトリコの2つの建物の間に吊られた綱を渡るパフォーマンスを行ったんだ。この時彼は73歳と高齢だったが、高さ37メートル地点の綱を命綱なしで渡ろうとしていたんだ。スーパーおじいちゃんね。でもここで紹介するということは、ああ、この日は風速13メートルの強風が吹き荒れていて、カールさんは綱の上でバランスを失ってしまったんだ。なんとか強風をやり過ごそうとするが耐えられず、そのまま地上に落下してしまったぜ。高さ37メートルから、地面へ落ちちゃったってことよね？そうだぜ。彼は即死となってしまい、この一部始終は現地のテレビ局が撮影していたんだ。観客も大勢いたでしょうし、悲しい事故になってしまったわね。そうだな。だが2011年に、カールさんのひ孫であるニック・アレンダさんが、同じ場所、同じ条件での綱渡りを、見事に成功させたんだ。ひいおじいさんの雪辱を晴らしたのね、すごいわ。次に紹介するのは、無念の最後を迎えてしまったアメリカの人気俳優だ。爽やかなイケメンさんね。彼はジョン・リッターといい、アメリカの映像業界で長きにわたって活躍し続けていた俳優さんなんだ。彼は1977年から84年まで続いた、スリーズ・カンパニーというテレビドラマに主演し続けていて、たくさんの賞を受賞する演者となっていったぜ。2002年には、パパには秘密というドラマでも主演を務め、充実した俳優業を歩んでいたんだ。キャリアを重ねてからもドラマの主演を張るなんて、すごい役者さんだったのね。だが、2003年9月11日のドラマ収録中に、悲劇が起きてしまうんだ。彼は少し前から、時々胸が痛む、と言っていたそうで、この日突然、その場に倒れ込んでしまったという。すぐに病院へ運ばれたが、大動脈解離を起こしてしまっていて、彼は亡くなられてしまったぜ。享年54歳と、まだまだ若い中でのアクシデントだったそうだ。国民的な人気俳優がいきなり倒れて亡くなっちゃうなんて、ショックは計り知れないわね。ああ、彼の追悼番組、さよならパパ、が放送されると、全米中でその日のどの番組よりも高い視聴率を記録し、1600万人が番組を視聴していたそうだぜ。どれだけジョンさんが、お茶の間から愛されていたかがわかるわね。そうだな。みんながもしも胸や頭に痛み、異変を感じた時は、我慢せずに病院を受診してほしいぜ。最後に紹介するのは、この後亡くなった、ニコ生配信者 JK16。と言われている写真についてだ。タイトルだけで不安すぎるわね。実はネットの一部界隈で、見た目もすごく可愛い配信者さんの画像が数枚ピックアップされ、
この後、生配信中に自ら、という行為を起こし、命を失った人物であるという噂が立っているんだ。視聴者さんの中にはこの画像を見たことがあり、ゾッとしたことがある人もいるかもな。私は今回初めて見たけど、可愛いけどどこか目がうつろにも見えて、ちょっと怖い表情に見えるわね。この画像と人物についての真相が気になるわ。今回、この画像についての情報を調べた結果、とんでもない事実が判明したのでみんなに共有するぜ。結論から言うと、この噂の一部は正しくて、一部は間違っていたぜ。これは気になる、真相を教えてほしいわ。まず、彼女は、サキタム、というネームでニコ生を中心に生配信を行う配信者だったんだ。2010年頃に彼女は可愛い JC 配信者として人気になるんだが、生放送で自分の手首を、という配信を行うこともあったそうだ。見た目とは裏腹に、過激でお騒がせなことをしてたのね。そして2013年7月27日にニコ生にて、視聴者の煽りに負けじと手首を、という配信を行うがバンされてしまい、彼女は別の配信サイトに移り生放送を続けた。ここでは、彼女の身を心配する声をよそに、さらなる行為を煽るコメントを拾い、睡魔薬を大量に飲むという行為をしてしまうんだ。もうやめて、煽る視聴者たちも無責任すぎよ。静止する視聴者のコメントも届かず、最終的には彼女は自宅マンションの屋上に移り、手を離したらそのまま、という体勢を取るんだ。そんな、まさか。彼女は手を離し画面が揺れ、ものすごい物音とともに配信は終了してしまったんだ。サキタムさんはそのまま、行かれてしまったの？いや、その1時間後ほどに彼女のツイッターが更新された痕跡があり、彼女は無事だったぜ。実際には、ふりをしただけで、屋上から落ちてはいなかったそうだ。じゃあ、サキタムさんは元気だったってことね。つまりは、生配信中に、自ら身を、という雰囲気は出したものの実は元気で、ネット上では噂が一人歩きしちゃったってことよね。なんで彼女は、こんなことしたのかしら？どうやら生配信でアンチたちに煽られた結果、感情が高まってしまい一連の行動を起こしたそうだが、もともと自らの命を投げるという気は全くなかったらしいな。彼女なりの、心ないコメントをするアンチたちへの注意喚起、みたいなものだったのかもしれないな。その辺の気持ちは本人にしかわからないんでしょうけど、とにかく無事でよかったわ。それで、サキタムさんは現在どうなっているの？彼女は今も配信を続けているようで、抜群のスタイルを活かして、より大人な内容の配信をしているとの噂だぜ。一説では、1ヶ月で600から700万円ほど稼いでいて、中には一晩で100万円を稼いだ日もあったとか。いろいろな意味ですごいわね。いい意味で、すごくたくましい女性というか、今はもう年齢的にも大人な女性になってるだろうし、精神が疲弊しない程度に、これからも配信者として頑張って活動してほしいわ。ということで以上が、生放送中の事故、カメラの前で他界してしまった人たち9000、だったぜ。国内外関係なく、いろんな人がいろんな理由でカメラ前で他界されていたのね。中には本人の悪ふざけ、悪ノリが原因だった事例もあるから、そういうことはこれから絶対に起きてほしくないわ。霊夢の言う通りだな。見てくれた人にとって、この動画が注意喚起となってくれたら嬉しいぜ。そうね、いろんなことに気をつけて生きていかなくちゃね。ってことで、今日の動画はここまでだ。動画への感想やご意見など、気軽にコメントしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくりダークフォックスをご覧いただき、ありがとうございました。この他にも、おすすめの動画がたくさんあるので、ぜひご覧ください。それでは、またね。